初めの一歩を応援する音楽サービス専門店平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。今日はですね、ちょっと外側カメラで撮ってるんですが、平瀬楽器は結構ピックをたくさん売ってるお店なんですよね。でその中でも平瀬楽器でしか売っていないピックっていうのがあるんです。いやそんなあるわけないやろって思ってらっしゃる方結構いると思うんですが、実はね本当にあるんですよ。それがこれペペーン、はい、わかりますかね。兵庫ブルーサンダーズって書いてある2枚のピックです。はい、こちらの2枚なんですが、これはですね、平瀬楽器があります三田市に、ある独立リーグの野球のチームの、オフィシャルグッズとしてうちのお店が作ったピックなんです。なのでもう本当に完全オリジナルですから、当然うちのお店でしか売ってません。はい、どこも売ってないオリジナル商品です。で、ピックなんてどこでも一緒やろうって、こういうキャラクターもんなんでね、こんな感じするかもしれませんけども、意外とよくできてまして、どんなギターでも使いやすいような、あのミディアムぐらいのピックで、こっちですね、問題は野球なのでホームベース型に引っ掛けて作ったんですが、ホームベース型のピックってね、実は少ないんですよ。でその中でもちょっとこれ薄手なんです。硬いですけど薄手なんですよね。でホームベース型でよく出るこちらのピックとサイズ的にもほぼほぼ一緒のものですが、こっちはもうちょっと硬いんです。これが硬くてもうちょっと柔らかい方がいいぞっていう方結構いらっしゃるんですけども、その方のためにもこれ実はぴったりなんですよね。まだそれほどその認知度が高くなくて売れていってはないんですが、このモーダ君っていうんですけど、このモーダ君のホームベースピックって意外といい商品だったりするんです。でこれも実はアマゾンでひっそり売ってたりしますので、ぜひこのホームベースピックがお好きな方は、このホームベースピックモーダ君のねやつもぜひ一度試されることをおすすめします。はい、というわけで今回は平瀬楽器でしか売っていないオリジナルのピックのご案内でございました。はい、というわけで今日の動画はいかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モーダ君かわいいでしょ。